はいどうもレイガルンでございます。はい、もういきなりなんですが、目の前にずらって並んでおります、こちらですね、一応発売日としては明日になるんですけども、本日、フライングゲット、フラゲビということでね、購入の方してまいりました、ファンタスティックディパーチャーアクア6スラブライブドームツアー2020のテーマソングになっております、こちらのシングル。はい、で一応ねこれ今3枚あるんですけど、ちょっと実はね、これ積んだとかじゃないんですよ。実はこの2枚ね、この2枚ちょっと友達の分そうそうそう、ちょっと仕事でちょっと買えないから、ちょっともう多分売り切れちゃうだろうから買っといてって言って押さえといてって言われたらこの2枚なんですよね。で実質僕買ったのは1枚ということでですね、はい、だからこちらは置いておきます。というわけで今回の動画ではこちらのファンタスティックディパーチャーを、まあちょっと開封のところからちょっとね久しぶりにやっていこうかなと思います。はい、こちらね、なんか結構俺これちょっと残したいタイプの人間なんですけど、クジラに乗ってさ出発だと、ガッパ、毎回思うけどこの CD のこの感じすごい綺麗ですよね。で今回カップリング曲がアクアパイレーツディザイアかな、何アクアちゃんで海賊で欲望みたいな、はい、そんな意味が含まれてると思うんですけども、今回はなんかあれだったっけ、今回はあ、シールがね付属しておりました。で、しっかり入っておりました。こちらね、ドームツアーの、チケット最速先行申し込み抽選券が、ちゃんと封入されておりました。はい、そのなんで積まなかったんだと、レイガルのその程度でドームツアーに行けるとでも思ってるのかってちょっと言われるかもしれないんですけども、ちょっとね、まだちょっと開催が何とも言えない状況なので、ちょっともう一枚様子見といった形で今回はちょっと一枚だけにさせていただきました。まあそもそも僕はあんま積むタイプじゃないんですけどね。こちらね、中身を開けてしまったらね、しっかりと歌詞が書いてあるんですけども、それはあえてちょっとお控えさせていただきます。やっぱり商品を買って、ちゃんとこれを読んで歌詞を見ていただきたいので、はい、やっぱりそこあえて、やめておきます。皆さん買いましょうということですねはい、でですね、今からちょっと曲の方をね、フルで聴かせていただきまして、まあちょっとネタバレのない程度にねちょっと感想を述べていければと思います。というわけでちょっとパソコンに入れてまいります。そして聴いてまいります。はい、というわけで、ちょっと今、2つともフルで、聞いてまいりましたところですね。視聴動画の方では、何回かちょっと聞かせていただいたんですけど、やっぱちょっとフルになってくるとね、やっぱりこう、楽曲の深みが増す。まあ、それがラブライブシリーズの、楽曲あるあるなんですけども、今回の曲はね、改めてね、ちょっとこれね、どっちもね、珍しいというか、もうめちゃくちゃ強いんですよ。ただ、毎度の、なんていうか、アクアちゃんらしさを、なんていうか、違うベクトルで残しつつ、こう、新しい曲調で打ってきたなっていう印象が強い。それがね、どっちもなんですよね。2曲ともですね。今回はもう、クール全振りというか、なんかね、表現としては、今度また発売される、セイントスノーのね、ダズリングホワイトタウンでしたっけ、あちらがね、若干ね、僕的にはすごく K-POP 寄りやな、みたいな話はちょっとツイッターの方でさせていただいたんですけどもね。アクアちゃんも負けず劣らず、なんかそっち寄りの攻め、なような気がします、今回は。ファンタスティックディパーチャーからまず話していきますと、アクアちゃんのね、進行はまだまだ終わらないと。こう、道はどんどんと切り開いていけるんじゃないか、みたいな、そういうニュアンスの、なんていうかね、意味合いを感じ取ることができましたね。実際に視聴動画で、見れる分だけの、歌詞的なことを触れていきますとね、大胆な冒険、ありえないことが起こる、それが僕らさっていうね、この、キャッチフレーズめちゃくちゃかっこよくて、アクアちゃんらしいなって思うんですけどもね、ありえないことが起こる。これはもう本当にアクアちゃんがこれまでに起こしてきた奇跡、たくさんありますよね。それが僕らさってこうね、自分たちからこう言っていくっていうね、もう、もうアクアちゃんも、もうね、立派なんで、もう、1ユニット、1アーティスト、アクアとしてね、
今まで駆け抜けた道、そしてこれから駆け抜けていく道を、この歌詞に落とし込んだんじゃないかなって思わせてくれるファンタスティックディパーチャーでございましたけども、2曲目のアクア、パイレーツディザイアに関しましては、まあタイトルからもすごくかっこいいんですけどね。この曲ね、ちなみにね、歌い出しがようちゃんの歌い出しから始まるんですけど、僕的に、ようちゃんがこれセンターの曲だと、感じております。はい。でですね、こちらの曲も、なんというかね、今までにはない曲調、まあ、さっきも言ったんですけども、新鮮なアクアちゃんが見受けられますよね、こちら。欲しいと感じたら心は止まらない。奪うんだと。そうですよね。なんかこう、海賊、まあ、がテーマな感じなんですかね。まあ、それはもちろんね、そのタイトルから見てもわかるんですけど、それをね、やっぱりこの、なんだろうね、アクアちゃんの、なんていうかね、欲というか、いや、もう、わしらまだまだ奪い取っていきますってぐらいの、なんかそういうニュアンスとしても取れるっていうのがね、すごい思いました、個人的には。まあ本当にかっこいい曲だなっていうのは本当にまあ聞いていただけたらもう一番早いと思うんですけどもね、やっぱりこう全世界のね、ありとあらゆる人にね、アクアちゃんってこういう曲もバチバチに歌えるんですよってことをどんどんと広めていきたい、そして広まってもらいたい思いが、この楽曲からも伝わってくるし、僕もそう思います。でね、結構感想の部分とかも結構かっこよかったりしたんですよ、こちらの曲ね。うん、だからもうこのアクアパイレーツディザイアに関しては、デイドリームウォリアー、あれ的なポジに君臨するのではないかと個人的に踏んでおります。もうバチバチのダンスキレッキレガーンっていくような気がしてるんで、勝手にそんな想像なんですけどもね。もうこの曲はライブでぶち上がること間違いなしなのでね、今回のこちら、ぜひとも、6スまあテーマソングだから絶対聴けるんですけどもね、まあとりあえず今はライブの開催を願うばかりでございます。はい、まあそんなことをね説明しつつ、ぜひね正式販売は明日の、22日になっております。皆様本当に買っていただきたい、これはマジでいい曲です。皆様のお手元に届いてほしいと思いますのでね、全くちょっとね、CD とか買ったことないけど今回買ってみようかなみたいな、そんなね、まあラブライバーさんがいらっしゃいましたら、こちらの動画を見てたらですね、ぜひぜひ今回ね、今回の CD はそこまで、値段は張りません。もう1枚のシングルぐらいの値段で結構お手頃に買えると思いますのでね、ぜひぜひね、購入を検討、していただけたら、幸いでございます。ということで、今回は、新しい CD、ファンタスティックディパーチャーの、紹介の方をさせていただきました。ということで今回はこちらまでにさせていただきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。レイギャルンでした。バイバーイ。